私は社長から無職になった50歳、この機会にハイエースを拠点に徒歩で日本一周を目指すことにしました。親から引き継いだ69年の歴史ある旅館を廃業したのは昨年の11月25日。新型コロナウイルスの影響でお客様が激減したことも大きかったけれど、お客様にご利用いただくことも怖かった。なぜなら私は年齢、肥満、重度の高血圧に糖尿病と重症化リスクが極めて高い人に位置するからでした。天龍閣にはたくさんの皆様にご利用いただきました。私が生まれる前にご来館されたノーベル文学賞を取られた川端康成先生、プロレスの力道山さん、8時台を全員集合で一世を風靡したドリフターズの皆さん、お会いしてみたかったです。入社した年には電流爆破イライラ棒でテレビに出させていただきました。あとわずかで100万円ゲットまで迫りました。縁はありませんでしたが、テレビで嫁探しもしました。廃業の時にもニュースやテレビでとても好意的に放送していただけたことは最後を飾る素敵な思い出になりました。50歳、まさにゼロからのやり直しです。どうなるかわからないけれど笑顔で頑張ります。チャンネル名は宮城東北歩く橋で行くから日本一周歩く橋で行くに変わります。これからもご視聴応援よろしくお願いいたします。